ソフィア・サンティはカナダ出身のポルノ女優。本名をアンジェラ・ステッドナーと言い,い、ナタリア・クルーズ、ナタリア・クルーズ、ナタリー・クルーズ、レティシアなどの芸名を用いることがある。カナダのウィニペグに生まれ、後にバンクーバーへと移住。さらには18歳の時に米国のアリゾナ州へと移住した。ポルノ業界に足を踏み入れたのは2002年のことで、この時期に、 ロサンゼルスへとその今日を移した。そんなこの年、2002年にあって、ペントハウス氏の最高のペットの栄誉を受けると同時に、その表紙に登場。それから日本のポルノ映画への出演を経て2005年を迎えると、今度は、純最高のペットとして同時に、再び登場した。やがて、デジタルプレイグラウンドというポルノ制作スタジオとの、 契約を交わした上で2005年から2008年にかけて54本に及ぶポルノ映画への出演を重ねていく。2008年デジタルプレイグラウンドのシアリーダーズという作品において経験豊富なポルノスターのジェシー・ジェイニーやプリア・アラ・アイをはじめエイドリアーナ・リンやメンフィス・モンローやストーヤなどといった新人ポルノ女優らと共演。そして ソフィアという名のチアリーダーを演じた、この一作が2009年にアーベンアワードの一部門、ベストオールガールグループ、セックスシーンにて最高賞を獲得した。父親のケ譜フはトランシルバニア出身のジプシーを祖先に持つルーマニア人で、母親のケ譜フは黒人系アイルランド人とドイツ人とチェロキー族との根結。その外観において黒人とみなされたこともあれば、 ラティーナとみなされたこともあり、ブラジル人ともアジア人ともみなされたことがあるという、その脇腹に描かれたタトゥー、ひらがなのするという文字が見られる。その背から脇腹にかけて大きな竜柄のタトゥーを入れている。これは18歳の時から彫り始めたもので、自身にとっては様々な願意を孕んだ日本の龍なのであるという、バイセクシャル、絵画やクラシックギターや、 読書やヨガをたしなむ。ありがとうございます。